そういう形のポイントペースになるので、ね、ここ勝つか負けるかはかなり変わってくるポイントペースになっています、うん、ですね。さあ準備が整ってきているようです。梅原選手のあの表情のシーンはどこにあるのか、うん、まずは開幕の1ラウンド目、波動ジャスパリから前に入ってくる山口の江戸が投げからスタートしていく。いい前だ。おー、ここは OD100 キロをうまく潰しました。山口大使発見反撃、しゃがみ強からの強ブリッツ、そして投げていく。体力少ない攻撃がみるみるうちに溶けていく。そしてここは通常ヒットだったので弱系から入っていく。ジャンプだけからリサ見えてるか。 SA1? うーん、サイコストーム。ジャンプの着地に中盤地がノーマルヒットだったのがちょっと不思議でしたね。とかじゃなかったね、ジャンプ着地バックステップとかで投げを受けたりとかそういうことしないと多分食らわないんで、まあ、山口としてはまあラッキーって感じでしたね。技打ってたらパニカンしたり、うん、ガードさせてもいいかなっていう感じの中盤だったと思うので、よくフォローしましたね、さあ飛び道具を総裁するスパーからシュート、そしてこのブリッツ、お、はい、飛び道具合戦ではね、エドガーがそううまくやれるとスパークシュートによって、うん、むしろ有利な状況に作れるので、動き的にはそれをうまくこうタイミングずらしながら、ダイバーカウンターのコンボ、はい、ここまでほぼフリッカーないという山口、画面端を背負っている。ここまでは受け入れてもう一発、どうだっけ、受け入れてまだ残るか、ね、おお、なるほど、ジャフティ重ねてという梅原、危なげのないこのラウンド2、足小足でフレーム消費してタチジャックパンチで OD、うん、サイコアッパーを下切りながら重ねるという感じですね。さあ開幕の OD100 機もうまく落としている山口、カウンターからチェイスブリッツ、今度引き寄せてプラス状態から惑星取れた、カウンター、おー、ただこれは繋がらず、うん、投げで読み勝っていく梅原、ドライブゲージを奪いに行ってますね梅原は、マイキョーパンチで伸ばして、うん、ドライブゲージを奪いに行った。やっぱり1本ぐらいにしてコンボが決まればね、 SS3 でバーンアウトっていうのは狙えますので、うーん、しっかりトリガーを釣り出した。足の波動はなしの状態、惑星ため波動、もうちょ、やっぱり日本ぐらいにね、上原側としては山口のドライブゲージを、おお、うまい、本当は止めた、使うでしょう、なるほど、ね、ここは使う判断、 SS3 で山口のドライブゲージをメインに奪っていく判断の SS3 になりましたか。 SS3 から CA になるんで、これ逆転力は結構高いんじゃないですか。一発刺さればかなり危ない状況ですが、おお、マジか、噛めた、 SS3 の可能性ありますね今の。確かにジャックアッパー、おっと、後ろ投げで画面端を捨てたの梅原、山口が放り投げたから、投げはギリギリ届かなさそう、打たない、どうわー、中足、我慢強かった梅原。さあ耐え忍んだというこの梅原、うん、まずは1ゲーム、いや、おそらく今おぼろっていうか、その前に来る動きに出して山口 SS3 だったような気がしますよね。波動拳2回パンチで、まあ、前が入んなかったら何かかでサイコアッパーになっていたという、出ていればクリティカルアーツで、ね、ひっくり返すかもしれません。お前、立ち確認から OK 強化ルート、うん、OD 勝利を切り返した。無敵技の夢で打ち勝っていくのは梅原、そしてため波動はかなり増えている。じゃあそれで前に行く、絶妙な間合いだが梅原が先に触っている。さあ波動の出掛かりを潰すようなしゃがみ中継の数もこのラウンドでは見受けられている。リーチが長いでね、やっぱなかなか差し返しづらいと。あとは奇襲百鬼とかにも引っかかるかもしれない。そうですね、そのあたりもうまいですよね。おお、いい波動めり込んでいる。おお、何か、そうですね、うん、しかし体力が山口 SA2 までは少し遠いんですが、立ち回りではかなりリードを取れているでしょう。うまい波動の出かけを潰していく、バーンしないぐらいのドライブゲージ状況でダッシュしているので見事ですね。マイキョドライブゲージが枯れそうなところですが、山口アウチ、かなり痛いアウチになった。うわー、止めている。これで山口ラウンドリード、お互い SA ゲージは2ゲージ、はい、伸ばしまくりましたね。そして画面端、うん、投げてもう一丁、どこで勝負するか。ここは打撃いい歩きワードだ。おー、いい歩きワードでも山口のペース、うん、もうこれは何でも倒しきれますからね。あと、おっと、ここはひらんかった、ジャスパしちゃったんで動いちゃいましたね。いやー、そして投げていく、一発投げではまだ耐えますが、パニッシュカウンターなら厳しい。さあ厳しいぞ、もう暴れ、通した、遠い、ラッシュ、ここは江戸の地上戦、自分の場合ジャストパリーで受け止めた。ゲームカウントを返したのは山口の江戸、綺麗な内容で返していきます。最後リスクを取らずに
ジャスパーできたらいいなって感じのね、対応で見事でしたよね。はい、にもまあなりうるかなとは思います、うん、さあ両チームにとって重要なこの先鋒戦のポイントペース、うん、さあ開幕はルクランスあと100機これも対処している。100機対策いいですね。さあダイヤシー前に来るところを捉えた。おお前に OK 割り込んでいく。さらに中からのフリッカ確認してる。あそこもねちゃんとしゃがみ強キックから強ブリッツで確認してミスってもターゲットが出るっていうね、うん、その保険の効いた入力ができるのでしっかり使ってましたね。さあこの中継相打ち、わあそして出がかりを通した。しゃがみ中キックからの OD フリッカー投げたまた残ります。ここはもう勝負どころ。いやー、いい距離だ。めちゃくちゃいいところで待ってましたね。これでマッチポイントは山口、うん、非常にいいペース。おー、かくってる。かめましたね。着地の隙一気に画面足。山口がいいペース、ラッシュから仕掛けてきた。お互いラッシュ、愛知先に去ったの山口。ダイヤシ強気に入れ替える判断になった。このダイヤシは大きかった。上、あー勝利が波動になってしまった。山口がフォローして画面足、着地を捉える。そして始まるか。ここはマジなるほど、しんどりっすよこれ。ちょっと波動みたいなやつです、うん、やばすぎるでしょ。うまさあ飛んだ。最初の初動のねタイミングもかなり重要ですが、中継ラッシュカウンターしたら伸ばしたらストームで倒しきりに見えるわ。よーだけ来たく、これは決まり手。山口、うん、上原の騎士をことごとく振りほどいた。ただもう、まあ、その非常に難しい、あのただの最後キャノンのコンボじゃなくて、オーディーブリッツの最後のフレームをキャンセルするっていう、うん、かなり難しいルートをこう大会この本番